デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメロに聞きたいコーナーということで、今日もビシッパシッとカツーン語っていきたいと思います。専門家の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。いや、雨音がすごいかもしれないですけどね。すごいね。急にドバーッと降ってきましたんでね、ちょっと声も張り気味で、最後ちょっと何本かやっていきたいと思います。このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。返答期間大体今1ヶ月ぐらいと短縮されておりますので、ぜひこの機会に、些細なことでも結構ですので、皆様のお悩みご質問ねお寄せいただけたらと思っておりますね。ものすごい雨音だけどね。まあまあまあ、あ、ちょっとでも弱まったんで、今一瞬一瞬ね、一瞬まだちょっと降るみたいなんでね、このまま続けていきますけれども、今回、YouTube 動画 VXCGBB ガス風呂長物の命中精度向上金額はデメロに聞きたいコーナーへのコメントでございます。パーシーさんからのコメント、質問お願いします。私は国内メーカーのメジャー品から海外メーカーのクラシック系モデルなど広く浅く楽しんでいます。最近は海外製の電動ガンでゲームをしていますが、他のユーザーさんと同じ海外メーカーでも個体差があるように感じました。そこでショップさんから見た海外メーカーの特徴、印象に特定の傾向があれば教えてください。はい、これ言えないよねこれは言えないよね俺。いや、まあまあ、じゃあ名前は出さないよ。はいはい。とある一社は、はい、塗装がやばい。もう全部塗装がやばいってこと。すぐ塗装が剥げる。もうすぐ剥がる。触っただけで塗装が剥がれるのが海外メーカーさんではあります。 A 社、はい。で、これもう頭文字でもやってないんで分かんないはずです。 A 社はもう塗装が弱い、はい、で、B 社、はい。 B 社はコネクターが接触量を起こす、必ず。もう買ってなんでか知んないけど、はい、刺しただけで接触量が起きる。なんでっていうぐらい起きるところがあります、実際に、はい。で、まあ、C 社においては、はい、出来の幅がすごい。これいい、よかったよ、なんで君のダメなのみたいなのがすごくあって、はい。弾が、まあ、純ちゃんなんかも買って、はい、俺らの時はすげえ良かった、はい。純ちゃん、当たんなかったよなんて言われることも多々あるんで、だから製品ムラは実はすごいあるんですよ、はい。で、唯一均等化されてるのって丸いも均等化されてます。これはあの、まあ、海外メーカーではございます。丸いで、GG も均一化されてるかなと。ああ、他で均一化の意味で言えば他のメーカーもされてるんですけど、このランクですよね。その質がもともと高くない状態で均一化されてるってメーカーさんもやっぱあるのが現状だと思いますよ。だから色味が違うとか、はい、なんかグリス一つでもなんかロット変わったみたいなのがあったりとか、組み方のビスが変わってるとか、そのビス、このビスなんかすげえ精度悪いねっていうのがたまらなくあります、うん。それを気ぃ使わせるのが日本のチューニングショップだと思うんですよ。ジスの規格のビスにしましたとか、そういうところをちょいちょいやるのが僕らのお仕事なのかなと思うので、だから出来がこっちはいいけどこっちは悪いっていうのがあるのもレビューしてて相当食らいましたし、まあエアガン業界に限らずどの業界でもこれはありますよね。やっぱ海外メーカーの特徴、印象っていうのはやっぱり製品ムラがあるね。こういう傾向、まあ、あとはそのクオリティ
管理してるコントロールがね、うん、あクオリティがやっぱり違うんだ。あと CAT さんは安定してる。おうん、やっぱり監修がね、監修が入ってるからしっかり入ってますから、監修が入ってないところはえなんか漏れてる音、なんかシューって音してますよね。あ、それかな、はい、今危うく新幹線の中で起きた薬物が漏れたような事件になるところだったけど、はい、だからその品質のクオリティのコントロールって本当にこう大事なところなんですけど、現状は均一化全然できてないのかなとは思いますけどね。まあ、メーカーさんによって若干このね強弱がありますね。どこのメーカーさんってことはないですよ、言えないですか。全般的に言うならやっぱクオリティの差、品質管理の違いがねどうしてもありますよね。言っていいんだったらいっぱい言いたいことはあるんですけど、言っても解決はそれはしないと思うんですよ。そこをどうにかするってのが僕らの仕事だと思うので、言ってね治る、そんな業界なのって思われるけど、そうちゃんと今答えがあったのが、ちゃんとしたものを買いたければやっぱ金額を出してメーカーがしっかりしたところを買いましょう。安いなこれと思った買ったところはやっぱそのクオリティコントロールができてないっていうことはありますからね。あれそういう質問があったような、この前答えたんだっけね、忘れちゃったけど。そこはちゃんとこう、はい、予算に、うん、予算なりです。やっぱりそれはちゃんと高い金額出してて一個一個こう丁寧に梱包されてるところもあれば、ダメな高いお金じゃなくて安く半分のお金で買えたらってやっぱそれなりのものになっちゃってるとは思いますよ。まあね、そればっかは仕方ない、仕方ない、はい、仕様ですで片付けちゃうのは簡単なんですけど、まあその先でね一応ね動くようにちゃんとできますから、はい、はい、まあ壊れてるのはどうにもなんないっていうものはもちろんありますよ、うん、こればっかはっていう。そうだね、うん、だからそれをどうにかするのがエアガン的にはね、ちゃんとこうなんとか売れるようにしたいんだとか、ちゃんと使えるようにしてくれっていうご要望があればね、もちろんそれに応えられるように、やっていきたいと思っておりますんで、はい、ぜひまずはご相談いただければ。まあ、もちろん、パドックでご購入いただいてなくても、あもちろん見てもね、見ますんで、はい、受け付けておりますんで、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄か、ホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。